皆さんこんにちは。位相空間入門分離公理で、売りゾーンの距離化定理を証明するの続きを行っていきたいなというふうに思います。XO がですね、正規空間かつ第二加算公理を満足するときに実は距離化可能なんだよ。それはどういうことかというとですね、X は実は距離空間であって、その距離空間による位相 OD とするとですね、もともとの位相 O と一致するような、ものになるような距離関数というものが存在しますよというのが、売りゾーンの距離化定理なんですね。で、前回はですね、この、売りゾーンの距離化定理の紹介及び、距離空間になるということをね、示しましたね。こんな感じですね。こんな感じで、距離関数を定義して、距離関数の公理を満たしますよというようなところまで お話をしました。で、今回はですね、いよいよ大詰めですね。もともとの位相 O に対して、この距離関数、距離空間の位相を OD とすると、それが一致するんですよということを示していきたいなというふうに思います。さあ、じゃあ早速証明へ行きましょうか。はい。そうですね、証明へ行くんですけれども、ちょっと仮定することをね、おさらいしてみたいなと思います。まあ、先ほど言いましたように、XO は正規空間かつ第二加算公理を満足しますよと。で、M というね、ラージ M という集合、それはですね、UNVN という、回帰の、オープンベースの弦で、かつ、UN の、クロージャー、つまり UN の平方がですね、VN の中に含まれるような回帰の組み、をですね、UNVN として、それの全体をラージ M と置こうということですね。で、実はですね、これがですね、第二加算公理を満足するということが、ここで使われているわけですね。つまり、自然数の番号付けがこの回帰の組みに付けられるよっていうことがですね、これ第二加算公理を満足するっていうことを使ってるわけですね。で、まあ、それ以上でもそれ、以下でもない。第二加算公理のこの定理の証明における役割はこのようにね、このような、規定の、組に、番号を振る、自然数の番号を振ることができたということですね。で、実はですね、実はなんかこういうふうにね、漠然とした性質を持つような組の全体 M というものはですね、実はですね、こんなもっと重要なことが言えると。もともとの、回収合計 O の任意の弦、ラージ O の任意の弦、スモール X を取るとですね、実は、U と V っていうね、ベース、オープンベースの、弦が取れてですね、それは、U は X を含み、U は X を含み、その U は V に含まれて、かつ O に含まれて、まあ、この U のクロージャーも V に含まれる。だから、このスモール X は U の境界のところにはいないんですね。U の内点にはなってるんですけど、U のクロージャーは、U の平方はですね、V の中に含まれているということが言えるよということも説明しました。これはですね、正規空間ならば正則空間であるということで、正則性から言えますね。あ、ちなみに、今回は、正規空間の定義はですね、T1 かつ T4 を満たすような空間を正規空間と言っています。だから正規空間であれば正則空間であり、ハウスドルフ空間であり、フレシェ空間であるということが言えますねと。まあ、これは前回お話ししました。で、これらの、だからこの U と V っていうのは実はこの U と V、U と V の組みはこの M の中に含まれているわけですね。実はこのように取れる U と V っていうのはやっぱり、第二加算公理から自然数の番号が、付けられてこの中に入っちゃってるよということが言えますね。で、これらの UV、だからつまり M の弦 UNVN に、売りゾーンの補題を、適用することによってですね、次のような連続関数が加算無限項存在すると。いうことが言えるわけですね。Fn は X から平区間 0,1n の連続写像ですね。Un のクロージャーが0で、Vn のコンプリメント、補集合ですね。補集合。だからこれ Vn は回集合だから、コンプリメント取ると平集合になってると。で、Un のクロージャーが Vn の中に含まれてるんで、Un のクロージャーと Vn のコンプリメントは空集合になるので、売りゾーンの補題が使えて、Fn で Vn コンプリメントを送ってあげると1になる、なって、間の2位の、スモール x、ラージ x の弦スモール x においては0以上を1以下の値を取るよと。ね、まさしく売りゾーンの補題を満たす売りゾーン関数ですね、これね。このような売りゾーン関数が存在します。だから売りゾーンの補題を使ったわけですね。で、この売りゾーン
関数を使って、積空間の、うん、新たな、距離というものをこのように定義します。2の現 x、y においてですね、x と y の距離をですね、それぞれの売りゾーン関数の差の絶対値を2の n 乗で、もちろんこの n っていう番号はもともとこのね、ラージ m の現に添え付けられた自然数の番号によりますね。で、これはですね、これが距離関数を満たすよ、距離関数の行為を満たすよっていうのは、ハウスドルフ制も使ったんですよね。そんな話を前回しました。じゃあ、これらを使えばですね、O と OD っていうものね、距離関数、距離空間としての一層と元々の正規空間としての一層が一致するよということを証明したいなと思います。で、これ集合属なんですけど、まあ集合と集合がイコールであるということを示すために、O が OD の中に含まれているってことを示し、これが証明できたらば逆ですね。OD が O に含まれているってことを示せば、証明は終わるわけですよね。じゃ早速証明に行きましょう。で、そうですね。この O が OD の中に含まれているよっていうことを言うためにですね、この O、O の2位の弦、つまり W っていうのは、もともとの回収語ということですね。の弦を取って、そこからさらにこの W から2位の弦を取りましょうと。そうするとですね、これですね、これ。まさしくこれが使えてですね、M の、ラージ M の弦が取れるわけですね。で、何か、UM、VM というね、自然数の番号が、付けられてますね、ということですね。さっちざっと、で、スモール x は、UM の中に入って属していて、さらに UM は VM の中に含まれていて、この元々の W の中にも含まれているようなこういう UM と VM の組っていうのが取れるよっていうのがこのここですね、実はのところでお話ししたところですね。で、これ、UM の平方クロージャーも VM の中に含まれてますねということですね。で、ここでですね、OD っていうのは距離空間なんですよ。で、距離空間には実は規定、が存在してですね、規定、まあ、回帰ですね、いわゆる回帰が存在してですね、ちょっと、青で書こうかな、階級と書いたものが、これがですね、距離空間の中の、距離空間の回収語を、まあ、生成する、回帰になるわけですね。回帰になるわけですね。で、これを階級、オープンボールというふうに呼びます。まあ、回収語なわけですね。これはどういう、集合かっていうと、まあ、全然難しくなくてですね、中心が X ですね。中心が X で、半径イプシロンで、境界含まない回収語だから、この内部ですね、内部の点全体を、オープンボール、階級というふうに呼びます。で、先ほども言いましたように、これはですね、まあ、2位の、X、ラージ X の弦、スモール X で定義でき、任意の、正の実数で定義できるわけですけど、これが実はこの OD におけるベースになってます。オープンベースになっています。だからまあ、そうですね、証明したいことはですね、O が OD の中に含まれる、つまり W が OD の弦だということを示すために、W の2の弦、スモール X に対して、で、何か階級があって、その階級がですね、まあ、X を当然含んでるわけですけども、その、階級がですね W の中に含まれるようなものが存在すればよろしいということなんですね。というわけで、ね、じゃあどのようなもう X スモール X はもう中心は固定されてるので、じゃあどのようなイプシロンを取ればいいかっていうと、実はこれはですね、2分の M 分2の M 乗分の1をイプシロンとして取れば、OK なんだよということが分かります。この M っていうのは、この、スモール X と、W とスモール X に、応じて選び出されたこのラージ M の弦に添えられた自然数の番号ですね。で、じゃあどういうことかっていうとですね、じゃあこれで、オープンボール、まあ、もう回収号は明らか、回収号のこ回収号だということは明らかで、まあ、イプシロンのことを強調したい、半径のことを強調したい場合はイプシロンボールなどというふうにも呼びますけれども、イプシロンが2の M 乗分の1の、イプシロンボール、オープンボールを作ってあげて、それの2位の
弦をスモール y としましょう。そうしてですね、これでですね、売りゾーン関数を考えてあげるんですね。この m、添え付けられた自然数 m に相当する、売りゾーン関数で、ここの距離関数を構成している部分をちょっと見てみますね。で、今ね、この x に対して、このオープンボールの2の弦、スモール y を取ったわけですけれども、この距離関数の部分は、この m、自然数 m の該当する部分はこうなるわけですね。でですね、x っていうのは、この um バーの中に入ってるわけですね。um のクロージャーの中に入ってるわけなんで、これは0なんですね。0なんですね。で、もしですね、仮定として、この y がですね、この VM のコンプリメントの中に入っていたとしましょう。そしたらこれ1だから、そうするとですね、ここが1になってしまうわけですね。そうするとですね、どうなるかって言ったらば、まあ、0-1 の絶対値なんで、2の M 乗分の、絶対値のマイナス1なんで、2の M 乗分の1ということになるわけですね。で、ここでちょっと待ってくださいと。dxy、x と y との距離を考えたときに、例えばまあ0、0、0、0っていうのが続いたとしても、この m 番目でこれが出てきちゃうわけですね。2の m 乗分の1プラス、点々点って。ということは、このような事態が起こったらば、スモール x と、この2の y、を取った距離っていうのが2の m 乗分の1ということになってしまうわけですね。2の m 乗分の1以上ということになってしまってるわけですね。で、今 y っていうのはイプシロンが2の m 乗分の1で、先ほど言ったようにオープンボールなんでこの境界は含まないんですね。だから、もし fmy がですね1になってしまったらおかしいことになるということはですね、y は絶対に VM のコンプリメントの中に入んないよということは、これどういうことかって言ったらば、コンプリメントのコンプリメントを取るとですね、元に戻るわけだから、y っていうのは VM の弦なん、VM の弦、VM の中の要素になってなくちゃいけませんね。で、これちょっと見ていただきたいんだけども、見ていただきたいんですけども、VM は W の中に含まれてるわけだから、VM は、W ということになるわけですね。っていうことはどういうことかって言ったらば、はい、2の M 乗分の1の、イプシロンボールの2の弦がですね、実は、W の中に入っていたということですね。ということは、ゆえにですね、B の X の、2の M 乗分の1っていうものは、W の中に含まれてますよ、ね。ということが言えました。で、これはですね、今、W の2の弦取ったわけですね。スモール X ね。だから W の2の、弦、スモール X に対して、このような、イプシロンが決まって、イプシロンボールが W の中に入るということは、W の点っていうのは、OD の回収合計の意味で、W の、全ての弦というのは内点になってるわけですね。ということは、これによって、OD と、W というのは OD だということが言えました。つまり、2の元々の回収号を取ってきたときに、この W っていうのは、実は距離空間の中での回収号でもあったということが言えたわけですね。ということで、O が、OD の中に含まれているということが言えました。はい。で、次はですね、こちらの方を示したいと思います。次の動画では、引き続き、今度はこっち逆の方ですね。逆の方を示します。今、こちらの方言えたんで、こちらの方を示します。じゃあ、次の、動画の方を引き続き見ていただけたらなというふうに思います。